ゲオルクフォン・デアフリンガー・フェールベリンの戦いの地図。フェールベリンの戦いを描いた古い絵画。ブランデンブルク軍が守り切った丘。ディスマーデーゲンの作品。フェールベリンの戦いは、スコーニ戦争中のフレゴリオ歴1675年6月28日、フェールベリン近郊で、スウェーデン軍とブランデンブルクプロイセン軍が衝突した、戦闘である。これは少し前に、 ブランデンブルク編強迫領の一部を占領したスウェーデンの部隊をブランデンブルク軍が破った撤退戦であった。参加兵力から見ればこの戦いの規模は小さかったが、ブランデンブルクプロイ戦にとっては大きな意義があった。選定校ブランデンブルク選定校、フリードリヒビルヘルム、ゴーフェルト・フリンクサクの肖像画。ブランデンブルク選定校、フリードリヒビルヘルムはオランダ戦争において、 フランスへ遠征し、アルザスにいた。同地のトゥルクアイムで皇帝軍とブランデンブルク軍は敗北を喫し,し、撤退を強いられる。1674年12月には、カール・グスタフ・ブランゲル元帥の異母帝、ボルマー・フォン・ブランゲル中将指揮下のスウェーデン軍が、ラインガー上流からの撤退をフリードリヒ・ヒビルヘルムに強いるべく、ブランデンブルク辺境迫領へ侵攻した。 これはスウェーデンを補助金と巧みな策略で促したフランスの圧力によるものである。フリードリヒビルヘルムはエルスタンでスウェーデン軍襲来の知らせを聞いた。これを受けて彼は軍をブライトへと引き、そこで東映に入る。冬が過ぎるとブランデンブルク軍は1675年6月5日、3つの戦列に分かれて出発し、6月21日には、 マクデブルクに到着した。この進軍速度は非常に優秀で、先帝後軍の到着を予期していなかったスウェーデン軍を驚かせる。しかしこの努力は後軍体系の分離や、不評のほぼすべてと引き換えにしたものであった。不評集団は2日分遅れて従っていた。スウェーデン軍はブランデンブルク軍の到着に気づいていなかったので、フリードリ・ヒビルヘルムはこの利点を活用するため、 秘密の保持を命じる。その間に、スウェーデン軍は後半内帯を略奪し、荒廃させた。ブランデンブルク側の農民軍は、ハーフェルランとの防衛を確実にするため、オラニエンブルク、クレンメント、フェールベリンの各地で湿地の都下地点を占領する。スウェーデン軍は、ハーフェルベルク、ラーテノーとブランデンブルクアンデアハーフェルを占領した。フリードリヒビルヘルムはそれらの土地の中間にあたる。 ラーテノーを占領し、スウェーデン軍を分断しようと決意する。1675年6月23日、ブランデンブルク軍は、原点を経由して、行道に移り、6月24日から25日の夜にかけて、町を南から攻撃するべく、ラーテノーの北方でハーフェル川を渡る一方、騎兵と竜騎兵は橋を渡って、直接攻め寄せた。 スウェーデン軍の隆起兵六個中隊は完全に奇襲された。デオルクフォン・デアフリンガー・元ンスン率いるブランデンブルク軍は町に侵入し、粘り強い戦いの末に防衛軍を圧倒する。10名を除き、スウェーデンの占領軍は戦死するか捕虜となった。そして馬500頭から600頭が露隔された。ブランデンブルク軍が占領していない湿地の渡下地点はフェールベリンのみだった。 同地の橋は、ブランデンブルク軍のヘンニゲス中佐率いる別動隊が破壊し、堤防に穴をうがっていた。ブランゲル中将はラーテノーへ向かう途上、同地の陥落を知らされる。それから彼は、ナウエンに向かい、ブランデンブルク軍より先に、そこへ到着した。ナウエンでは、近郊の堤防をめぐり、ブランデンブルク軍と、その進撃を地帯させるべく、 残されていたスウェーデン軍後衛との間に戦闘が正規した。ブランデンブルク軍はスウェーデン軍の抵抗を破り、堤防の制圧に成功する。ナウエンでは牛に戦闘が露革され、ブランデンブルク軍は同地で夜を過ごす。6月28日、ブランデンブルク軍に追われる、スウェーデン軍は橋を修理して林川を渡るべく、フェールベリーに向かった。撤退戦と、 それに参加しない部隊や、荷車1,500台以上にわたる、大規模な市長隊の撤退を支障なく遂行するため、ブランゲル中将は7,000名を率いて、ハーケンベルクのやや南に着陣した。指揮下の大砲38門はすでに先行させて、行ったので、彼が投入できたのは急ぎ呼び寄せた7門のみであった。スウェーデン軍は8個旅団及び、騎兵24個中隊から編成されていた。 これより前に、スウェーデン軍は3回戦闘体系を取ったが、その都度それを説いている。スウェーデン軍を追跡するブランデンブルク軍。ブランデンブルク軍は、約5000の強攻機兵と、大砲13門を伴う600の竜機兵を、用していた。マスケット銃兵は、機兵隊の強攻軍に追随できず、なお一日分遅れていた。この不評の不足は、ブランデンブルク軍の不利な点であった。 ブランゲル中将は指揮下の部隊を二つの戦列に分け、古典的な陣形を組ませる。不評を中心に置き、騎兵を側面に配置したのである。この不評八個連隊は六個の旅団にまとめられていた。そして一つ目の戦列の隙間に砲兵が配置された。スウェーデン軍はハーゲンベルクを背後に臨出地帯を左翼に控え、右翼は敵刀の頭皮林に接していた。 右側面の前方から少し離れたところには、カタリーネン沼があった。ブランデンブルク軍の左翼は、カタリーネン沼に、右翼は臨死地帯に接していた。ブランゲル中将は、右翼の方にあった丘を占領しなかった。フリードリヒビルヘルムはこのミスを利用し、そこへ、竜気兵ニコレン隊に援護された、砲兵隊を送り込み、スウェーデン軍に、側面から砲火を浴びせる。 ブランデンブルク軍が朝もやと雨に隠れて丘を占領した頃、ヘッセンホンブルク公使フリードリヒ2世は、ブランデンブルク軍の右翼で戦い、分断の危機に瀕していた。朝の8時頃、配置についたブランデンブルク軍の砲兵が戦列を狙って砲撃を開始すると、スウェーデン軍の形勢は悪化し始める。この間に雨ももやも晴れ、ブランゲル中将は、 他から迫る脅威に気づいた。彼は、スウェーデン軍に主観していたマルツァーアン中佐に、自軍右翼の騎兵及び、ダルビヒ不評連隊を率いて攻撃するよう命じる。スウェーデン軍は砲兵を援護していた予備の騎兵隊の、撃退に成功した。その勢いは、ほぼ同時に剪定校が来園するまで止まらなかった。デアフリンガー元帥は、ホンブルク公使と自重のブーフ隊を増援として、 送り込んだ。彼らはスウェーデン軍の側面を突き敵を即時の撤退に追い込む。ブランゲル中将は左翼がホンブルク公使に脅かされなくなったのでそこから戦力を抽出して打撃を受けていた砲兵陣地を改めて攻撃した。この攻撃はパラッシュや騎兵銃を用いた白兵戦となる。 デアフリンガー元帥を含む高級士官69名がその乱戦に身を投じた。元帥はホンブルク公使とメルナー大佐によってこの危機から救出された。この時メルナー大佐は戦死しヘンニゲス中佐が指揮を引き継ぐ。彼は味方の結束を保ちスウェーデン軍に大きな損害を与えた。長く双方が大きな被害を被った戦いの末に ブランデンブルク軍は優勢を勝ち取り、スウェーデン騎兵を敗走に追い込む。これは、スウェーデン軍のダルビヒ不評連隊の孤立と包囲につながった。同連隊は完全に殲滅され、脱出に成功したのは20名のみであり、60名から70名が捕虜となった。そしてマルツァーン中佐は戦死した。スウェーデン軍は大きな損害を被り、 その騎兵は無秩序に陥り床のダッシュに失敗した。さらに、ブランデンブルク軍が、新生ローマ帝国軍の来園を待っているという、報告が入る。ブランゲル中将はまだ退路が立たれているにもかかわらず、ハーケンベルクを経由して、フェールベリンに撤退することを決意した。自重ブーフの報告によれば、スウェーデン側では2100名が戦死し、さらに多くの者が負傷し、 60名から70名が捕虜となる一方、ブランデンブルク側では218名が戦死し、280名が重傷を負ったとされる。10時頃、スウェーデン軍は2つの戦列を整えると、フェールベリンへの退却を開始した。ブランデンブルク軍は左翼からこれを追撃し、スウェーデン軍と砲火を交えている。その一丸は先帝港をかすめ、シュバ島。 エマヌエル・フローベンの右膝から上を吹き飛ばした。その傷により、フローベンは1時間後に死亡している。しかし、スウェーデン軍は左翼に強力な不評部隊を廃止、地形も不敵であったため、攻撃の機会は訪れなかった。ただ一度、すぐに防がれた、小規模な攻撃が行われたのみである。昼頃、スウェーデン軍は防備の整ったフェールベリンに到着した。先定校は、 同地の砲撃を検討した、敗下の震源を退けている。その夜、スウェーデン軍は橋を応急的に修理した。こうして、フリードリヒビルヘルムは明ける1675年6月29日の朝、スウェーデン軍の主力を湿地の対岸に見ることになった。豪太連隊のマスケット銃兵2個大隊が残り、この撤退を援護していた。 デアフリンガー元帥は指揮下の全英機兵から1,150名を、この重兵隊の攻撃に差し向け激戦の末、竜騎兵の十字砲火をもって、彼らを追い払った。退却の前、スウェーデン軍は貯蔵していた火薬に火を放っていた。それでも、大砲五門、砲弾を積んだ荷車10台と弾薬を積んだ荷車4台、火縄は9セントナー及び、マスケット銃の弾丸7セントナーが露革されている。 スウェーデン軍の残りはノイルピーンへ撤退した。応急修理された橋は戦闘で破壊されていたので、その追撃は不可能であった。この海戦とその後の追撃によって、スウェーデン軍から戦死者2400名と、捕虜300名から400名が出た一方、ブランデンブルク軍の死傷者は500名であった。スウェーデン軍は、アーダム・バハト・マイスター大佐、マルツァーン中佐の他に、 左官5名、騎兵隊員6名、数名の遺憾と、順位並びに、ダルビヒ連隊の、全士官を失った。ブランデンブルク軍の戦死者には、メルナー騎兵隊佐、ハンスユアヒムフォンデアマルビッツ少佐、アッセブルク隊員、バイアー隊員、ブルクスドルフ隊員、および、シューナーマルク隊員、数名の少位と、兵218名が含まれている。そして、図誘道中佐。 ケルナー中佐、シュトラウス中佐、ヘンニゲス中佐とブーフ単位その他のものが負傷した。戦帝公はヘンニゲス中佐を戦場で貴族に除し、大佐に昇進させた。ブランデンブルク軍はラーテノーで竜気兵の軍機8本といくつかの大抗、そして他の激戦で不評の軍機8本、戦機2本と大砲5門を六角した。 戦死者のほとんどは戦場に埋葬されている。フェールベリンの戦いは、ブランデンブルク軍が独力で挙げた初めての勝利であり、ブランデンブルクプロイセンの国家意識を強めた。この勝利の結果、スウェーデンはさらに主政へと追い込まれる。その後、ブランデンブルク編強迫領は1679年の講和まで軍事的に脅かされることはなかった。またそれまで後実を設けて、 戦争から距離を置いていたデンマークと新生ローマ帝国が同盟の義務を履行してスウェーデンに宣戦線する。ブランデンブルク軍からビットシュトックまで追撃される間にブランゲル中将の退却は混乱の予想を呈し、指揮下の兵が何千人も脱走した。当初は1万2 0 0 0名を数えた軍勢のうち、ミ民にたどり着いたのは4 0 0 0名のみである。 しかしフェールベリンにおけるこの戦いとそれに続くスウェーデン領ポメラニアの征服そして東プロイセンへの遠征は明確な成果をほとんどもたらしていない。なぜなら1679年のサンジェルマン条約はこの大いなる戦勝が生んだ利益のほぼすべてを無に返したからである。すでに同時代からフェールベリンの戦いは全ヨーロッパの注目を集めている。まだ一度も 独力で戦いに赴いたことのなかったブランデンブルク軍が優勢なスウェーデン軍を戦場で打ち払ったのである。さらに神聖ローマ帝国ではこの勝利によって何よりも30年戦争の時と同じようにフランススウェーデン間の覇権争いの舞台になるという同時大臣の切実な不安が払われたのであった。それゆえ東イシュトラスブルクでさえフリードリ・ヒビル・ヘルムの歌が読まれ、 その中でこのホーエン・ツォレルン家の当主が初めて大選帝公と称えられたことは驚くに値しない。数年後の1682年でもなお、フランクフルト・アム・マインで出版されたテアートルム、エウロペウムが下記の評価を記している。この勝利によって、どのような歓喜がドイツの地の内外に湧き起こったか、そしてすでに人々が選帝公格下に抱いていた尊敬や妖望いかに、 広まったか、その進化と所領に生じていた各界への標順と愛情がいかに深まったか、書き表すことはできない。幾千もの人々が喜びに涙し、呆然として、各も勇敢に戦うことを教えた、この英雄の腕に接吻したのである。スウェーデン側の歴史記述は、フェールベリンの海戦に撤退戦以上の意味を与えていない一方、ドイツ側の文献はここに、 歴史上の転換点を見出している。したがって、フェールベリンの騎兵の日は、第一次世界大戦の終わりまで、ブランデンブルクの勝利に、プロイセン交流の始まりを乱すドイツの歴史家から、特別な関心を引いていたのである。この見方には早くも18世紀、その起源があった。プロイセン国王フリードリヒ2世は1751年に、上司した。 ブランデンブルク家の歴史の回顧録で、すでに、有名で決定的な戦いに触れ、それが、レイリよりも勇気によって引き起こされ、長旅で披露した、小規模な騎兵隊を持って、その勇敢さで神聖ローマ帝国とポーランドを破った、大勢で有力な不評に打ち勝った戦いであり、その子孫は、この有名な海戦を、ブランデンブルク家がそこから到達したい大佐の始まりと、受け止めていると記述している。 美化して描かれた、シュバ島、エマヌエル・フローベンの最後、ドイツ史の絵画と言い伝え、ドイツの和光度の成長を願ってより、後世の歴史家は、1675年6月28日が、戦場において、ブランデンブルクプロイセン交流の視点を示した、ブランデンブルクの勝利の日であるという、この解釈を受け継ぐ。第二次世界大戦の後、 この見方から軍の美化は大幅に抜け落ちたものの、この戦い自体は現在もなお歴史上の転換点として認められている。例えば1998年、歴史家のハインツシリンクはフリードリヒニセの下でプロイセン神話となるホーエンツレルン家当主の軍事的コーチはフェールベリンに始まった。と記述した。ドイツにおける歴史記述の フェールベリンの戦いに関する、その他の観点は戦定校、フリードリヒビルヘルムと、戦闘中に、彼が果たした役割の美化にある。その焦点化は19世紀の間に集中的に行われ、帝政の時代にその頂点に達した。この解釈の目的は支配者の家である、ーエツォレルン家の神話の構築であり、それゆえに特に教科書で頻繁に扱われたのであった。 例えば1905年の教科書にはこうある。彼は、騎兵隊の戦闘に立って最も激しい混戦の中に、切り込み、すでに浮き足立っていた兵たちに呼びかけた。奮い立て、勇敢な兵士たちよ。そなたらの主君にして、今の隊長である、私は、かつか、さもなくば騎士らしくそなたらとしつことを望む。その時、特別な役割を果たしたのは先帝皇の締め頭。 エマヌエル・フローベンの伝説的な振る舞いであり、それは軍国主義的な時代において求められた義務遂行の象徴となった。それによれば選定校は選定校は白馬に乗っており、主名頭はスウェーデン兵がそれを他と比べて何度も撃っていることに気づいた。その白馬が怯えているという口実を設け、彼は選定校を解き伏せ、自分が乗っていた茶色の馬と交換する。 それから数分後、朱名頭は凶弾に倒れた。帝政時代の教科書で、フローベンの行動はしばしば職務遂行の模範として描写されている。選定校は、お水から乱戦のただ中へ切り込まれた。そのおそばで、シュバート、エマヌエルフローベンが戦死した。言い伝えによれば、その忠誠の犠牲となって。これは、当時の若い世代に、皇帝、 国民と祖国のための英雄的な最後という主張を身近に感じさせるための手段の一つとなったのである。この戦いはハインリヒ・ホンクライストの儀曲、ホンブルクの講師フリードリヒあるいはフェールベリンの戦いの背景となっている。しかしそのあらすじに史実の事件や還元人物と共通することは何もない。ハーケンベルク付近の剪定校の丘に立つ、いわゆる 新記念碑は展望塔として作られている。二つに分かれた台座は四隅を丸めたサイコロの形をしており、その上に周りをめぐる回廊を支える高さ23メートルの円筒状の構造物が建てられている。この回廊は格子細工とその中心の山岸の円錐から構成されている。その円錐の上には後に金箔を施された勝利の女神。 ビクトリアの銅像が建っており、ベルリンの戦勝記念塔に立つ大きな黄金のエルゼの先駆的モデルとなった。台座の木座橋の外側には拳字を襟付けた銘板があり、その上に大戦抵抗の大きな胸像を据えた巨大な円形の壁岩が配されている。この記念碑は皇太子フリードリヒビルヘルムの主導で建てられ、1875年6月18日には、 低組織が取り行われた。除幕式が祝われたのは1879年9月2日、いわゆる、ゼダンの日のことであった。1893年、リヒャルト・ヘンリオンが作曲した、フェールベリン騎兵隊行進曲は、現在も、なお、軍楽隊の演目の中では最も人気のある作品の一つであり、ドイツ連邦軍の様々な部隊の連帯付き行進曲となっている。 1918年にドイツ帝国が終焉を迎えると、この曲は我々は老帝ウィルヘルムを再びお迎えしたいという一節と共に流行歌となり、この関連において皇帝ビィルヘルム行進曲と呼ばれた。1920年までベルリンに編入されなかった郊外のビルマースドルフには1892年フェールベリン広場が作られた。 1913年にはそこにフェールベリーナー、プラッツ駅が建設され、1934年以降は、その駅舎がバテー上に改築されている。バウエル、P117J マンクル、P19 アプガノース、P169 バウエル、P120 バウエル、p 1 1 6 f a b バウエル、P120 バウエル、P124 レンジース、P71AB バウエル、 p131 ヘルマンフォンピーターズドーフデアグローセカーファーストベルリン1939 p149 より全文はフランク・バウエル著・チョフェアベリーン・ブランデンブルグ、プロイセンス・フェブルックツアーグロスメイクとポツダム1998 p137f バーバラ・ボイスデアグローセカーファーストデアマン デア・プロイソン・シュフ、ラインベック1984、P347、ハインツ・シリング、ホーファウント・アライアント・ソン・ドイッチランド1648、1763、ベルリン1998、P224、テイトルーム・ユーラ・ペヤム、BD11、フランクフルト1682、P720、ガート、ウルリッヒ・ヘルマン、 ゲオルクフライヒーアホンダーフリンガー、ベルリン1997、P166、P149、151ウーブル、P89、90フリードリヒツー、フォンプロイソン、デンクワードギー・ケイトンツアゲシヒテデハウゼス、ブランデンブルグ、ミュンヘン1995、P105VGL、ウォルズ、 p7678http コロンスラッシュスラッシュフリードリヒドット uni ダッシュ trier ドットでスラッシュでスラッシュ volz スラッシュ1スラッシュ76スラッシュテキストスラッシュヘルマンスティークマンデアクレグザインベイゼンザインエポンドレオン bd にシュトッドガルトベルリン1940 p26 ハインツシリングホーハウントアライアントソンドイッチュランド1648 1763ベルリン1998 p224 同様にガードウルリッヒヘルマンゲオルクフライヒーアホンダーフリンガーベルリン1997 p167 h セバーゲシヒテアウスガーブフィアイヴァンジェリッシュシュランブレスラウ1905 P51F 他には、ハンス・ハイクが、デア・グローセカー・ファースト・フォン・ブランデンブルグ、ベルリン1939、P285-297 で、無双的に記述している。フリードリヒ・ポラック、ジェシクツ・ビルダー・アウスガーブ B17、アウフラーゲ、ウォービス1894、P256。ありがとうございます。